クラッシュのダンスショーと続いてまいります。さあステージにはりんちゃんが遊びに来てくれました。ちょっとあまり勝手に楽器に触っちゃダメですよりんちゃん。今日はね、千葉市立稲毛高等学校、稲毛高等学校附属中学校吹奏楽部の皆さんがこのステージで演奏してくださいます。これちょっと触っちゃっても大丈夫ですか皆さん。すいませんすいません、ちょっとりんちゃんが楽器に興味を示しておりまして、すごいね。あ、こうやって手でね、こうやってザッザッてやるんだよ。それお姉さんも中学校の時吹奏楽部だったから、そう、パーカッション担当してましたから。